大阪維新伝がなあ。行参、不祥事、犯罪のデパート、大阪維新ですがな。梅村瑞穂、でたらめしすぎ、すんまへん。鈴木宗男、ロシア利権より批判、どないなってるねん。今度は、大阪府議団の代表が、暇に任せて、女に絡んだ罪、ですねん。チョコ、聞いてねえ。笹川氏は、同じ維新所属で大阪市議会の宮脇のぞみ議員に対して、ふざけんなや、などと、宮脇氏の事務所の前に車を止めて待ち伏せしたりしていたということです。これまでの間、維新に応援してきてくださった皆様、して、有権者の皆様に、もう心から、心から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 、お詫びを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。心から、心から、と何度も、謝り続ける姿が犯罪慣れしていると感じるねん。維新の政治家の顔は二度と見たくないですねん。